一瞬忘れてしまうようなライブをやりたいと思います。大いに忘年会を皆さんで盛り上げてください。よろしくお願いします。今日はご唱和お願いします。乾杯しますので、乾杯。それではしばしご歓談お食事の方をごゆっくりとお楽しみください。皆様のはるばるよう来たね。カツオは今が旬じゃぎに、まずは一杯飲んどうせ。今宵おまんの口癖で、脱水がいかんで大酒くらって塩叩き、刺しでどこどんの向きにね。本当はしらはくじだぜよ。おまん全然よちょらん、わしの食では嫌なんか。きれいどころをよこかえ、いつもおまんの口癖で。脱水がはいらんで大酒くらってブレイコ、顔はいいじゃないかよ。ほんとわしらはくじらぜよ。おじさんのぞいたらやっと終わりでお開きに、今日のところは引き分けで。ほんとおまんの口癖で、脱水がいらんで大酒くらってまた明日。今度仕事つける気に、ほんとわしらはくじらせよ。水がはいらんで大酒くらってまた明日。今度白黒つけるぜよ。ほんとわしらはくじらぜよ。ほんまに自信がなかった。けど一生懸命タクシーが出たし、やっぱり曲も作ってやらないかなと思ったけど、まだ来年に向けて新しくこの曲が飛躍しますので、わしらクジラだよ、みんなクジラね、ありがとう。それでは、相方を呼びます。アリサどうぞ。誰か言った、あんたアリサさんと出会ってよかったわ。アリサもらったあんた今のとって元気がなさってやったなと、その元気の源アリサを紹介します。アリサ、サイブシアリサ、どうしようアリサ、このパターンがすっと流れたらいいけど、こうなったよ、おらんかい。ライブって結構うまくいかないときあるんですよ。停電になったり、よく停電とか途中でなんか行っちゃったらね、用事ができないとか、ほんまにこんなけど、ほんまに今年いろいろあった。今日のようにこの時もあったんよ。ほんまにね、こういうこと多々多いんで、最近のレベルもいいけど、
ノートに呼ばれがない門田君、どうぞ。今日はカホンというね、新しい楽器を、持ってきました。カホン、カホンの門田です。拍手お願いします。そういうことで、今日は全部赤クリスマスは赤くね、よりず頼んで、アリさん、これは、みんなのおかげですね。アリさんも大きくなった。はい、大きくなりました。ほんまに、もう年はね、言わんでいいけど、ほんまに健康ですわ。親としては本当に嬉しくない。ただ、愛を呼んでるとか、そういう思いですけど、ご縁だったらよろしく。それは、ここがね、平成新型のだ。ワン、ツー、スリー、ファイ。Oh, oh, oh.
なるべくかな。新月間は審査員が50人おると思ったら新月間よ。もう250人やったけど、実際の150人が入らない100人お客さんが来ました。いや、本当にね、ちょっと行こう、ちょっとばっかり言うけど、とにかくこんなに土佐ジョージさん、ありがとうね。いや、ホールでありがとうけど、家で上がってきて、今ホール使われてるのが厚かましく見えたけど、お客さんから言えば、窮屈やったって、去年は。そんなに帰ると思わなかったもん。ちょっと今日は余裕持って動いて回ってくださいよ。ね、けど、ちょっと、飲み、食べる。歌を聴いてください。それはサンサンテレビの電気屋本舗で流れてる曲ですので、風を届けたいというふうに思います。皆様よろしくお願いします。佐藤達さんお願いしますね。ナースでございます。日々の間に強くということでナースです。ナースがおりますので、はい、ところどこまでこれぐらい整ったライブはないです。天敵すぎる。もう天敵へも乗りますので、気分がすぐ行って僕のライブは全て最後のためにやりますから、行こうか。みんなふるさとの風をね、届けようよ、ね、どっから来たってどっちから関係ない、みんなの風を煽ろうよね、行こうかね。ワン、ツー、スリー、ホレふるさとの風。
この曲もね、さんさんで何回して本当にラーメンありがとうございます。つねしのイメアさんからお祈りのためにさあ、みやみやみどしもね、よろしくということで、みやみさんからの伝言を取りまして、みやさん頑張れとありがとうございます。乾杯みんなみんな乾杯しようかね、すでにやられました。乾杯しましょうね、ほんまにあのない入ってなかったの乾杯やアルさんはないわ、あっちまりさえ置き去りするからダメやね。アルさん、言うて取り入れるな。なっちゃったら取り入れる。今日アルさん、ローシントでちょっと飲み混ぜるのですみません。それでは皆さん、乾杯しましょうかね。もう一度乾杯お願いします。おほんまにやろう、今日は飲み向かってください。残り時間もコストありません。よろしくお願いします。それでは皆さん、皆さんご健康をお気に入りで乾杯。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 隅田池さんは同期生です。 RKC のラジオ界のリンクで僕は今月の頃に出会った隅田池さん、けど年は僕に全然違うから、けど本当に頑張りやると。それではモニター仕事の頃の仕事ちょっと奥がパワーになった。ということで、大阪のライブ今年行きました。3月23日、よく行った。誰も誰が来るかチケット売れたら10枚、田村和郎さんが、すぐちチケット売れたかいって言うから、何枚売れたって10枚。大阪行って10枚で行政がある。いや、こっちから応援隊が30人で、約40人。けど、まあ、50人は来ると思うと、250人か、50人から大学違うやと思うと、行ったんですね。それで、全部周りに出して行ったら、なんと、行かけたら、ちょうど団体のバスが20台積み上がって、行けたバス、こっちから。うちの後、マンデングツアーとか、バスの後は。だから、ちょうど3月ということで、甲子園の野球があったので、1台だけ出てくれて、あと10、10台は全部甲子園球場行ったという、そんな話もありまして、非常にまあ、ちょっとそれでも200人越してありました。ほんまありがとうございます。それで、まあ、調子に乗って、10月の20、19日にまたやるので、調子に乗って、帰ってくれやと言ったんですよ。100人来たのけど。杉田さん言ったけど、調子に乗ったのに、電球ってどこまで行くかって言うから、あ、3回は勝負せんのかと。だからもう1回来たらないから、量が、私は分かって帰る。まあ、分かってるんだって。ちょっと、2年みたいにやってる。250人の数、満開したら。その思いで来年はやれたらなと思ってますので、またご協力よろしくお願いします。その時に歌った曲は、ふるさと忘れていたんで、カメラコーチに帰ってきちゃうっていう歌を作っていきました。いくか、ふるさと忘れていたんでよ。ワン、ツー、スリー、フォI'm gonna make you mine.
最近自分の曲忘れるという状況が起きましたよ。
アリサがいつもマヨさん曲違うよと言うてくれるけど、歌いたいから歌われが泣くことに聞くお客さんおかしいと思うけど、おかしい言わんの歌いたいから、おかしかったらおかしいって言うてくださいね。マヨさん曲が違う、全然違う曲弾いたりするからね。風を届けていきますとか言うのが東京を弾いてる物忘れの匂いしちゃう、60回って忘れるアリサがこの辺におると忘れたんですけど、最近は今日は誰か言った、ラメ電気よかったなっていつの言葉がずっと耳に来ます。アリサがよかったよかったです、ありがとう。次の曲は小佐野コーチにはこんな綺麗な川があります、こんな綺麗な人があります、こんな綺麗な心があります、こんな綺麗な青空があります、こんな綺麗な広瀬があります。聞いてください、仁淀川。Oh,
子はコンサートにね。ただお酒に入っちゃってるだけであって、コンサートには変わりない。いないですよね。あのね、僕ね、あの、電話、マリさん、明日、まあ、このライブのことでも、まあ、リアルかっていうね、お客のお酒抱いて、お寿司が出て、そんなって、ライブやってますよ。ディナーショーって用意なんだよ。ディナーショーってすごくハイカラやん。ね、そこを回っていったら、ほら、泣かせねえから、ディナーショーっていう、まあ、ディナーショーって言うんだけど、お客という方のイメージやってますよ。ね、いろいろ回りたいけど、歌詞を覚えてないので、ワイヤス持って回れないというのは、これはほんまに辛いことですけど、すみません、ステージが降りられない。何で降りるってね、サービスしてください。ところがなんか食べてくださいね、一緒かな。僕は後の先の魚やから、ね、よろしくお願いします。いつでもここを何で開いてるかって、あの踊りたいこと。踊りま踊りまーす踊りまーす、絶対踊ってかん、誰も注目せんけど踊って全然来ない、行こうか。そのアリサの出身地、安の田を買おう。安が生まれて30万年丸く大きくなった彼女と出会って、僕は今幸せです。今日は頭がフラフラ、目がフラフラっていうことで来たんだけど、今ちょっとね、今年おかもされてね、それもそれからちょっと身体がおかしくなって、もう考えることもおかしくなってくる最近。今日は脱ぎました。ちょっとこれから運動したいのかなと思う。だんだん脱ぎますので、またよろしくお願いします。ご覧の方も脱ぎますので。それではあれ、その神安ですけど、その奥に国光という歌のね、国光の歌を作りました。あるんです、そうです。ハオハオの歩いても歩いてもハオってね、あんた説明して分からないからね。あの、高南市、私、安町出身なんですけど、安町の安市パークの信号左に曲がってずっと奥へ、安町は縦に長い町なんですけど、その安町をずっと登っていくと、一番の大月がハオっていう地区なんですけど、そこで熊さんと4年前に出会って、こういう活動をさせていただくようになったんですけど、その時はね、普通の体験だったんですけどね、どんどんなんかこういうお客の場でごちそうを与えていただき、丸々横に、あの、膨張器に突入しましたね。いや、もうその出会ったのは、ここはあの、やつれて、膨張器がね、止まってるのは普通に、なんか剣が乗ったり帰ってきたら、すごいやつれてね、昇進の心で帰ってきた彼女を見た時に、いかん、何か変わらせてあげたいな、そういう思いで彼女にね、与えたら、それが悪かった。マメさん、すべて竜宮城です、私。サワチがどっさらやろう、これはどっさらコーチのもてなし最高ですねって言うから、俺は全然そう思った。彼女は、それがすごい竜宮城の、竜宮城みたいやなと思ってた、スポーツ検定。飲めや歌えやで、もうコツ層がいっぱい入って、食べる放題ですよ。で、熊さんのね、歌聴いてみんな踊りるし、うん、いろんなから、これが竜宮城に連れていきたいと思って。そっからね、歌ってくってよ、見るたびに変装していくわ。俺、あれさ、昔のあれさやなかったかなと思って、けど、健康有料して丸くなっていますけど、食べれるからみんなマシやけど、食べなくなったらいかんと思って、食べ食べ言ってますけど、食べ過ぎや。もう私、最近諦めて、たまさん豆電球が私の上で丸電球って言って、私緑言うけど、派手ない時間になってくるけど、あと5分で終わられるんで、はい、あの、ほんでね、踊る曲をね、作りましたので、あの、運動を歌ってる時に運動して、ちょっとでも膨張を止めようというこれね、計画で、ね、ハオハオと運動してたりましたので、皆さんも食後の運動を。この中にカズミさんという言葉も出ていますけど、本当にカズミさんという言葉はね、頑張ってます。地域を盛り上げようと、そのカズミさんも踊ります。カズミさん、あ、踊り答え、はい、行こうか。あ、踊り答えが出てきてくれるって。そうですか。それでは歩いても歩いてもハオという曲で、皆さん盛り上がってね、釣られて踊って。今日はカズミさんは来てます。カズミさんはちゃんと来てます。あ、来ました。カズミさんが赤いです。赤い、
今日の主人公、和美さん、赤いですね。赤いですね。それは一緒に踊りましょうかね。歌います。キューピッド、和美さんです。踊ります。いろんな方が来ます。負けんように、サッカーのね、正岡さん負けんように。いくよ、ひろしは。いくね、ロックサポートもいくで。はい、それは来た来た、パプアニューギニア。すごくなんかゾンビみたいに荒れますけど、皆さん気を悪しないでくださいよ。これが祭りです。今年のお客です。忘年会です。ゴー、ワン、ツー、シー、ファイト。この道は、この道は
で。それすごいですけど、大丈夫ですよ、これ入ってますよ、これ。それでは、1分が終わりますので、この次の曲で休んでください。江口さん、無理せん、何やって帰ってね、ネクマンやね。それでは、江口さん、分かる、江口さん、友達を見る江口さん、ということで江口美香さんという紹介するから同じと同じと一緒。それは次ね、サプライズで来てくれた江口美香さんもね、また世代の方が紹介しちゃって一部終わりです。マルダー君の土佐っぽくらで締めます。アリさん、どうしようね。もらったことないけどね、気持ちを言いつけ。どこでもどこでひっつけたらもういいからね。それは、25年前中野慎太郎の映画を作ったという演者たちに補佐と慎太郎が来てください。一部慎太郎で締めます。僕のライブは一部にも関係ないですけど、よろしくお願いします。大阪のライブは6人までやった。僕も終わったけど、時間がね、プロのコンサートは6分まであります。そんなコンサートないって言うけど、ちゃんと6分までありました。すみません、だった。ここ、ポサッポ。わー、チューシュー、はい。Yeah!
演奏、最後は専門家が聞いたら分かる。ありがとう。上手に終わりました。一部終わり。皆さん、大丈夫？今のラストの曲なんかほんまに完全に出来上がった曲です。絶対おかしいと思った曲の人はおかしい方です。ありがとう、どうも、サンキュー。ベルトの長さの調整だけ、マハリンキーさんの調整したギターを見事、ミカさんの体で弾いていただきましょう。この一年いろいろあってね、疲れてらっしゃる方もたくさんいると思うんです。今からの時間でね、皆さんゆっくりとリラックスをして楽しんでいただきたいと思います。
もう酔っ払ってしまって何を歌ってるのかわからないんですけど、ありがとうございます。次の曲はですね、オリジナル曲でして、市の長の方が作詞して、まあ、その歌詞も私が歌にしたわけなんですけれども、星とに語らうという曲です。ちょっとまた演歌中なんですけど聴いてください。そうですよ、はい、バンドでもやってます、メリーさん
ンジというバンドのボーカルギターをやってまして、あとソロで江口優香としてやってます。また中の時によろしくお願いします。ゆうべさん、どんどんいろんなところにね、あのリクエストして呼んでいただきたいと思います。何を歌っても、演歌を歌っても、ポップス歌っても、童謡歌っても、感動があるのではじゃあ用意ができたので、そうです、よろしくお願いします。それでは、ね、皆さんよくご存知の歌、チビリの君を乗せてという曲です。名前が分からないんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。
しいですか。いきます。少しでも少しでも
いつまでも
ありがとうございます。以上になります。じゃあゆっくり飲んでいってください。メイクはちょっと確かに次はどん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 進行の方はい、2曲続けて歌っていただきましたね。はい、あと1曲なんとかありますか、お父さんに聞いて。でも歌詞カードなんて、僕歌詞カードなんてちょっと歌えないんですけど、どうしようかな。どれくらいかかりそうですかね。あと3分ほど。3分、なんか歌詞カードないですかね、そこに。何の歌詞？あ、保育園の歌。一瞬で終わりますけど、保育園でちょっと僕が勝手に作って歌ってる歌があります。楽しい保育園っていう歌があるんですけど、お願いしましょう。で、今行ってる保育園で、前の職場でも歌ってたんですけど、まあ、その2年の保育園の子供しか知らないです。大人になって歌っても誰も知らない。楽しい保育園という歌です。すぐ終わりますので。楽しい保育園、楽しい仲間たち、楽しい保育園。Thank you.
寄ってくれたかい。青柳も全国で喜んで、どっちかな。よろしく。
俺捕まらなくてみんなすごいよってね、ありがとう。それでは次の曲は絵師金蔵の歌を歌います。戸田のコーチ、やっぱり金蔵を私で語れる絵描きの世界の生き様を歌います。絵師金蔵という歌を歌います。すごくね、今日はね、もう盛り上がりまして、もうすごい62年間生きてきてこんな盛り上がったお客ライブないです。こんな年明けです。ありがとう。ここで皆さんのもう熱い思いがありがとう。土佐のコーチはまだ来年もまた熱きモードに入るけど、みんな頑張って、僕らも頑張る、ちっちゃい力やけど、みんなが集まれば盛り上がるまでまでね、若い若いね、若いよな、あいつは若いこれね、昨日富士ブランドに交代に3800円、衣装を入れて、もう聞いてきたけど衣装になんか上がらんけど、まあ全部この色ばかり、最近赤です。そういうの衣装チームしてますね。私も持ってたんですって。何でしょう、あ、そうなの、耳で聞けるよ衣装持ってるな。うん、聞いてる、リンリンリンの、この歌歌いわけで聞いてみて。はい、アシャはアリさん衣装を聞かれてきますので、皆さんよろしく。それではアリさん衣装のコーナーです。アリさん大丈夫ね。それでは土佐のコーチ絵師金蔵、赤箱の絵描きの歌を歌います。よろしくお願いします。
ってきたけど、ファンもらったの初めて。出会って男子よ、ありがとう。イオンの隣に、サンシャインがあります。そこでファン来てます。よろしくお願いします。ありがとう。時間が許す限り歌いましょうね。次の曲はジョン万次郎歌います。ジョン万次郎のこのアレンジした方もよりますので聴いてくださいね。そして今日はね、映画俳優の浜田あゆみさんという方も来ておりますので途中出てきます。中山雅人さん、おるかな、雅人さんも上がってもらおう、漫才師。ジョン万次郎がね、長崎圭介も上がってもらおう、マイクあるよ。 OK ですか。はい、それではジョン万次郎、聞いてください。よろしく。NHK の大河ドラマになってほしいというみんなの思いがありますので、皆さん応援しちゃってや。ジョン万次郎、大河ドラマ、よろしく。八丈と奥取島に難破船、生きて五人助けられ、捕鯨船見張り台に立ちて、何を思う、その名も轟万次郎、その名も高き中の浜万次郎。国より遠きアメリカ、日本の風生徒さんたちが作ってくれました詩に曲をつきまして、大好き霊峰という曲を歌いますので、本当、ね、今回も人権コンサート行きましたね。今年は人権コンサートも行きましたけど、人権って何やろうと高校生の前で何を言ったら分かるの、波電球の話ばっかりして終わりました。まあけど霊峰高校の生徒さんたちの思い、熱き心の詩を聴いてください。大好きレイホーク、よろしくお願いします。今日はキャラクターにおります。よろしく、よろしく。四国のオーケストラレイホークで手塩にかけた霊
族です。はよお帰り。口を揃え。笑顔のもてなし山も
が一緒に走ります。でね、酔っ払ったら漫才に慣れてないんで、あまりコーチでやること少ないんですけど、まあ、機会があったらね、ぜひお願いしたいなと思うんですけども、その中でね、僕は岡山の方、まあ、全国行かせてもらってまして、こうやってね、マメさんのために僕、岡山で頑張ってきたんですよ。ラジオをやったんですけど、その時に、コーチ職全開でいきたいと、向こうのプロデューサーの方がね、言うんで、あ、わかりました、そしたらコーチにこんなミュージシャンおりますよ、ということでね、マメ電球さんの、土佐っぽもう岡山、香川、近辺でドワー流れましたからね。ただこれを皆さんに聞いていただけないのは誠に残念だというですね。
はい、ね、もう土佐っぽ、それからあの東京にいる君、これが大受けでございまして、え、こんな人が高知にはおるのかと、もう向こうのね、あのリスナーの聞いてらっしゃる方からファックスがダーッと届きましてね、はい、なんですか、遠藤青空が出てるという、はい、すいません、余計なことを口走ってみました。はい、ね、それから先日ね、BS 富士の番組がありまして、そちらで何でしたっけ、歴史に秘められた、恋物語、坂本龍馬編というのがありましてね、で、乙女姉やんの役を探しているという僕のところに依頼がありまして、で、バーッと僕の頭の中のリストをダーッと送りましたら、おった、傍聴した甲斐がありました。ありがとうございます。ほんで、あの頃よりちょっとすっきりしてますね。あの頃最高に超えていただいてたよ。で、乙女姉やん役で出ましたので、まだ再放送もあると思いますから、それから、そうなんですよ、平井顔役で、これ、かぶってたら全然わからないんですけど、べっぴんさんでございます。高知出身で今ね、女優さんで頑張ってらっしゃいます浜田由美さん、はい、彼女が、平井顔役で頑張ってね、また再放送見てやってください。はい、よろしくお願いします。すみません、豆電球さんの宣伝がもうほとんどなかったんですけども、まあ、けど今後ともね、70代の豆電球、それから80代の豆電球、ぜひね、僕たちも見せてください。わかりました、頑張ります、はい、皆さんと共に一緒に年を取ろうよ。ということでね、今後とも皆さんよろしくお願いいたします。中山雅智でした。久保さん、おる久保さん、僕ら責任でした。すいません、久保さん、久保さん、久保さん、久保、久保さん、久保シナリン、久保シナリンさんいらっしゃいますでしょうか。いろいろ責任が重大な方でございますけど、今日のね、いろいろとね、もうご足労かけましたわ久保さん。なんか受け取ってもたことないことも言っちゃったのみんなに。あれが彼なくして僕もね、今日のライブなかった。宴会がありがとう。いただいて。はい、今日は土佐牛にお越しいただきまして誠にありがとうございます。まだ豆電球さんの、すごい楽しいライブ、僕も目いっぱい楽しんでおりました。お客さんの一人となって、今日は楽しませていただきました。まだ機会がありましたらぜひとも、別の宴会でも私とお会いできると思いますので、その時は、久保慎也と申します。ぜひともよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。森ばっかり言うけど、ここで久保さんに一つ質問なんですが、時間厳守をしないと、多分年を越してもまだ昼食が来ないと思うので、何時まで大丈夫ですかね。9時では9時まで目いっぱい豆電球さんお願いいたします。9時まで頑張れよ。一生懸命盛り上がって俺も頑張る気。それは遠藤青汁郎太、ちょっとギターの歌してください。もうちょっとね、遠藤さんにから遠藤さんの歌を作ろうということで、誰かがね、作らないか、ちょっと即興でやってみようね。アカペラやね。引き持ってやります。遠藤、あ、社長です、遠藤さんの社長。今日はブレイコー、ブレイコー全部よろしくね。遠藤の味の中ですけど、どうしたか。はい、ちょっとアンサー聞いていこう。はい、まあ、来るなら皆さんよろしくね。飲んでいますか毎日水を飲む、あまり色の違うものも飲め、あなたの健康願ってます。青いものは何ですか。いつもこ
心に思いながら健康をみんな思う心一つ飲んで飲んで青いもの自然の中で育ったエンドウ青汁みんな健康になってみんな健康で水とともに人間は生きる中で青いものは緑の中で生きています遠藤の青汁急に作れてるわずいねもう一杯あれ CM 間違いもう青汁の社長でした遠藤さんでしたOK ね来年は遠藤がグッダーッと並ぶやからですね頑張りますありがとうございます皆さん拍手お願いしますありがとうありがとうございますそれでは皆さんどうもありがとうあと2曲で締めますCD 売ってます営業部長が東京にいる日々と丸ごと高知で締めますので皆さんもう完全に今年終わりですもう元気ライブは皆さん来てくれてありがとう東京日中君にお会いしますだからだって皆さんもらって東京日中君によろしくYeah!
私はほんまにクリーク年になった。クリーク、もみつかみたいなもんよ。皆さん、丸ごとコーチで締めます。みんなの思いと一つになった土佐のコーチ。待って、大丈夫ですよ。あとね、10分前もう一曲、もう一曲。はい、わかりました。それでは丸ごとコーチ一回やろう。 OK ですか？ヘルちゃん OK？ いいのか？丸ごとコーチ、よろしく。テルちゃん手上げるの。OK！ はい、丸ごとコーチ行こう。あ、そうだ、ありがとう。あ、そうだ、優勝。あ、そうだ、ようこそ、ようこそ、ここは都の隣の中。お願いいたします。それではお願いいたします。ラストワン。ソフィー馬乗せ。
線に囲まれゆったりと心癒され旅の宿母さんどこから来たかねと声をかけられ旅の人広島から来ましたあふれあう心も温かい元気親父は山の達人でおふくろと時々田舎寿司笑顔のもてなし山盛り心込めて馬路村ああいうにうなぎに雨が釣り子供は遊びが名人で心臓破りのフルマラソンカモシカ一緒に走ります夕が湧いたバラを浮かべて柚子も浮かべて馬島丸ごと湯煙の里を追い出すありがとうごはん行者なんでも誰もよろしくみんな健康で本当にありがとうございました。